お盆か。たくさんお客さん来たらいいな。8万人ぐらい。8万人来たらもうここ全部埋まるからね。大したもんですよ。あれ？重い。すがちゃんじゃん。え、沖縄のお土産買ってるの？4日、5日後ぐらいに実家に帰るんですけど、そのお土産です。すごいね。4日5日後に帰るのに今買ってるんだね。休みがないんですよ。あ、休みがないんだ。そう。すんげんすがちゃん。すんげんマジで。いくらかかってるんだ。いくらかかった？記憶がです。ジューシーのモットと、ベニーモタルト。6000円いかないぐらいですかね、これで。すごい、あ、いいところの買ってるもんね。お菓子御殿のやつや。ベニーモタルトは、ベニーモタルトが食べたいっていう要望があって、がっつり。ベニーモタルトって沖縄の人食べたことない説あるからね。怖い。だって昔からあるお菓子や、お菓子じゃないもんね。お土産のお菓子だから。まあ。って考えたら、何と一緒だと思う？赤服とか、赤服って。ああ、確かに。と一緒かな。お土産ってでもそんなもんじゃないかな。鳩サブレ。ああ、地元の人食べないよね。別に買うけど、あげる。あ、一緒だと思う。お菓子御殿のベニーもチャルトも、チンスコは食べると思うけど。そうなんや。ひすがちゃん最後に来たのは、あの、よしみさんと一緒に来た時、ね、ぶりです。寂しかったよ、すがちゃん。失礼いたしました、来れなくて。お店が忙しかったですか？スキジムナーは勝ったし、いけるかなって最終思ったけど、気づいたら遊びに出かけてました。気づいたらあなたのそんなに行ってました。あ、だから日焼けしてる。自分ではした感じないんですけど、うん、してるよ。周りからは焼けたんじゃねって言われますね。焼けてる。すがちゃん、はい、1ヶ月の間にいろんなの入ったよ。はーい。ない記憶のものからいくと、ない記憶、あ、紹介してもらって、これなかったですね。で、これも T シャツもなかった。これはあった。下もパンズボンあった。パンズボン、あれがなかった。これもなかったです。これもこれはない。大変なかったな。これは買いました。すげえ。買ってないけどぐらいか。今回は出て消えたのもあるよ。もう出て消えた。あ、入荷してもうなくなっちゃったのもある。この辺が入ってきてたぐらい。でもこんだけ種類はなかったのかな。ここが。そう。で、ハット。ハット。かな。すがちゃん。いいな。何日間帰るの？4日です。4日。川崎？そうです。すごっ。ちなみにいつぶりに帰る？1月ぶり。いいね。7ヶ月ぶり。楽しそう。楽しそうじゃない。
楽しそう。全然帰省して、地元のお祭りのお手伝いに帰る予定まで。あ、祭り出るんだ何祭り？あ、言わん方がいいか。地元って言ったらもうバレるもんな。いや、バレないですよバレないの？普通に、なんて言うんだろう、盆踊りみたいな。あ、盆踊り、納涼祭って。あ、太鼓叩いてたもんね、すごっ。お、なんか気になるのある？スーガちゃん今、はい、私の願い事は、気になってるのはというか、はい、白系を1枚買おうかなと思い つつ、はい、どうす、白を会社に着ていけないな、あ、汚れるっていう問題を考えつつ、でも白が欲しいなみたいな感じです、はいはい、やっぱ汚れちゃうの？ケチャップとかつく？ケチャップごときで汚したくないじゃん汚れた理由、ケチャップはさすがに嫌だ。白いいけどな、これいいけどなと思って。これ昼、一回じゃあさ、こう合わせてみて。あ、これもういいんじゃない？いいと思うよ、すがちゃん。あ、そうだよ、これ横幅広めの、横幅広めの M、 あ、 M とかでもいいのかも。うん、あ、いい、いいよ、すがちゃん。着ていけるよ、着ていけるって考えると。あ、会社に白じゃなくてこっちでもいいのかな。でもこれムーエーじゃない、ムーエーじゃない、 XU じゃない。こっちは M はあるよ。あ、こちらにムーエーがいますね。ムーエー、ムーエー、ムーエー、ムーエーおー、 おー、ありかなと思いつつ、いいんじゃない。こっちは白の方が合わせやすい。でもあれ、バックプリントあるよ。お、みんな大好きバックプリント、みんな大好きだよね。みんな大好きバックプリント、ちゃっちゃーん、ちゃちゃちゃーん。あ、いいんじゃない。でもあれなんだよな。おお、ありだな、ありだな。なんかこれ今っぽいシルエットでいいと思う。うん、あ、 M あるよ、白。お、こっちも。こっちか？そっち、あの、それ。こっち。そっち、あ、それそれ。あ、白あるじゃん。なんだ、あるやん、これ、それ、これか、一番最初のやつ。あ、でも後ろはっきりとしてて、後ろ結構大事だよね、夏は。白は最近着てないな。こういう色好きだった？あー、大好きこれが一番先にどのカラーもなく、あ、どのデザインも。いや、みんな好きじゃないですか、その色。そう、古着っぽくない？古着っぽい、何にでも合わせられる。ちょっと履きすぎたなこのズボンっていうやつにも合わせられるし、新しすぎるやつでも合わせられるし、はい、そっか、すっごいいい色。これぐらい焦ってる感じの、焦ってる感があるといいね。汗させるためだけのジーパンとかたまに買いに行きます。育てるよ。よし、この子は汗させましょうね。させましょうねって誰に言った？ジーパン。自分。君は汗るために来たんですよ、うちの家に。すごい過酷な労働条件を。労働条
けて突きつけるやん。そう、立った瞬間から突きつける現実を。怖っ。すごいよ、すげちゃーん。すがちゃんこれっぽいけどな。白、いやーでも白にするか。白にする？ノーカットでお送りしよう。やばい。実際にこう悩む感じも。動画じゃ伝わらない、なるべくリアルな、リアルを。今コーディネートを考えてます、頭の中で。いや、どっちもいいぞ。いや、白の方がいいな。白にしよう。白、白で。白、白の、の、あ、白のメインロゴ。それも M だよ。おっと、え、うん、それも M。 これも M。 白の、いや、白の、これはこれなし、なし、白はなし。あ、こっちとこっちだけデザインはある。後ろ、この後ろが自撮りのやつで、こっちががっつり。そう、がっつり。後ろ見せてもらっていい？今がっつり描いてる状態と自撮り。はい。おお、自撮りかな。後ろでもこれに何を合わせるかだよな。これだとして、これでもいいな。でっかいズボンとかいいと思うよ。バーンってズボン。あー、逆に、逆を求めてスキニーとか。あー、逆ね。すごいよ、すがちゃん。かこっちのタイプってことでしょ。あ、もうこっちなし。それはまるっとやめちゃうんですか。このシルエットのやつは1枚ぐらい試してみてもいいんじゃないかなと。白単体だけでもいいんだよな。うん、カレーとラーメンを食べにさえ行かなければ。うんうん。自分に持っていくか。じゃあこれを1日目にして。おお、これに1日目来る、行く時ってこと。おお、2日目。いや、2日目、2日目予定ないから別に寝てればいいかな。うん、ゆっくりする感じだ。ゆっくりするか、カレーとラーメンを食べに行こうかなっていう意識が。まだ、え、下北？そうです。いいな。早く決めなきゃ。これにしますって言って切って大丈夫だよ。まずこれは確定。これ切ってからさ、後から決めてもいいから。これはこれ、これにします。1枚は確定。1枚は確定で、多分1枚もうこれで終わりって言ってくれたらもう終われたのに、1枚確定だったらもう、 え、何選んだろうって思うじゃん。これは確定って言って止めて、次のお会計まで止めます。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ正直掃除機、掃除機ありかなと思って。あー、すごいよ、すがちゃん。というわけで、じゃあこれね。で、これは確定です。はい、じゃあありがとうございました、はい。気をつけて行ってくださいね。はい。すがちゃん、あれから、はい、たくさん
決まりましたね。決まりましたね。このサコッシュはプレゼントで T シャツとシャツとショートパンツ、そしてですね、はい、誕生日ということでこちらは僕とたけしからプレゼントしたいと思います。よかったら履いてください。いつもあの動画も出てくれてありがとうね。ありがとうございます。じゃあ、はい、さよなら。さよなら。